大守護者様の命に従い、あなたたちを逮捕する。このことはまだ変わっていない。私はあなたたちの友達ではない。あなたどこかおかしいでしょ。ゲーテホテルの前日にあなたたちを見かけた。ジェパードがお母さん大守護者様との面会に連れて行く様を、彼はあなたたちが天外より来訪したものだと教えた。古い言い伝えにあるアイオーンの意志を宿した星の旅人のように、ジェパードはあなたたちがこの星を寒波と烈海から救おうとしてると言ったけど、その日の夜お母様は私に逮捕の命令を下した。一体何があったの？大守護者様は何も話してくださらない。ジェパードも急いで前線に行った。私わからない。ここにはもうシルバーメインは残っていない。だから私もシルバーメインとして行動できない。地上に戻るまで一時休戦して手を組ませて。私もあなたたちの本意が知りたい。だからあなたの信頼を得ようと思うの。ええ、そろそろ遅延に会いに行きましょう。Thank you.